どうして。田中、シャムさん、どうして会長と博士さんと混浴することに。ギャルと混浴したらどうなるのか。僕の名前は田中康介、生徒会で書もやっています。今日は近所に新しくできた温泉に一人でやってきています。ふぅ、気持ちいいな。まさか近所にこんな絶好の癒しスポットができるなんて。貸し切りだし最高だな。これだったら毎日でも来たい。あ、なんだあの看板。混浴？女の人も入ってくるってことか？それってかなりまずいんじゃ。この流れは。うわー、めっちゃ広いじゃん。最高。さきさん、待ってください。会長に博士さん。まずい、僕の存在に気づかれたらただじゃ済まないぞ。メイコッチ、背中流してあげよっか。恥ずかしいです。いいじゃんいいじゃん、女同士なんだし、裸の付き合いで親睦深めよう。どうにかして二人に気づかれないうちにここを出ないと。では。あ、マジメンゴ、他にもお客さんいたんだ。シャムさん、田中。混浴。なんで田中が女湯にいるわけ。違うんです、会長聞いてください。エッチいのは嫌いです。別に僕は。何が違うわけ。言い訳とか最低だよ。そうじゃなくて。博士さん、それ人を〇ってるやつだよね。対エッチーバズーカ型密鉄砲回2号機です。対エッチーって何。よし、うちが許可する。ぶっ放せメイコッチ。待って、混浴。そうなんです、その看板にも書いてあるでしょ。今時そんなのあるかな。僕も知らないで入っちゃったんですよ。ショムさんは嘘をついてます。絶対婚約だから来たに決まってます。本当に知らなかったんですって。まあ田中が人の嫌がるようなことするとも思えないしな。しょうがない、今回は信じてあげるよ。よかった。でもさすがに生徒会で裸の付き合いはヤバタニエンだし、出ようか。もちろんです。早く出ましょう。誰か来る。おお、大浴場じゃねえか。会長、博士さん、こっち。本当だ、めっちゃ広い。しかも貸し切りじゃねえか。あれは中山くんか。それにクラスの男子たち。博士さん、静かに。俺たちだけみたいだな、最高。あの感じ、混浴だってことに気づいてないのか。田中、ちょっと待ってください会長。会長と博士さんの裸を見られるわけにはいかないし、その上僕も一緒にいたなんて噂が広まったらなんて言われるか。仕方がない。二人とも申し訳ないんだけど、中山くんたちが出るまでここで隠れ。それはいいんだけど。ちょっちだけ離れてくれると嬉しいかな。これなんだ、動物の鳴き声か。まあ鳥間中山たちが出るまで待つしかないね。はい。温泉と恥ずかしさでゆでだこになっちゃいます。大丈夫、中山たちすぐに出るって。見よ、俺の筋肉を。おお、
今日も元気そうだな、上腕二頭筋。うわー、みんなに挨拶しな。大腿四頭筋。おお、今日も切れてるね、筋肉。温泉に来たら中山の筋肉ショーに限るぜ。肩にダンプカー乗せてるんかい。中山たち全然出てかないじゃん。うーむ、ボディービル大会が始まってしまった。もう限界です。立ち上がってもいいですか。ダメだよ博士さん、全部見えちゃうから。そんなこと言われても。やばいよ田中、メイコッチはもう限界。それにうちらも。そうだ、何かいい案思いついたの。賭けではありますが、中山くんたちの向こう側に何か投げるんです。そうすれば物音でそちらに注目が集まる。その間に外に出るというのはどうでしょう。ナイスアイディアだよ田中、それで出られる。でも都合よく投げられるものなんてありますか。それはうちと田中のタオル。絶対見ちゃダメだかんね。分かってます。エッチの嫌いです。これ以上は僕も持たない、いろいろな意味で。だからこの一投に全てをかける。行きます。ガンバ田中、肌が触れ。え、うわ、どこ投げてるの田中。ごめんなさい。ん、なんだなんだ、タオル。なんかあっちから投げ込まれたよな、誰かいるのか。行ってみるか。状況悪化しちゃった、ピンチ。おい、誰かいるのか。まずいぞ、もうすぐそこだ。このままだと3人で混浴していたことがバレてしまう。実は混浴で女客がいたりしてな。まさか。そのまさかなんです。しかもタオル投げちゃったから会長は今全裸なんだぞ。そんな格好をクラスのみんなに見せるわけにはいかない。どうすれば。田中会長、今考えてて。うちももう限界だ。ショムさん、なんだ、血が流れてきたぞ。事件か。まずい、余計注目を集めてしまった。もう無理なのか。ショムさん、博士さん、これを。おい、あんた。変態。私の名前は温泉マン、温泉を愛し温泉に愛され、そして筋肉を自慢したい男。あんたが伝説の温泉マンなのか。伝説なのか。細身にもかかわらず、あの完成されきった無駄のない筋肉、俺とは対極にありながら完成されたボディ、あれが温泉マンじゃなくて誰が温泉マンか。確かに。しかも頭にタオルを巻くセンスよ。なるほど、まさに頭隠して尻隠さずとはこのことか。会長、博士さん、今のうちに出てください。さあ中山くん、僕と筋肉勝負をするかい、しないのかい、どっちなんだい。よし、いいぞ中山くん。そっちこそ。僕はさっきみたいにタオルを投げて注目をそらしてくれって意味で渡したんですけど。田中ものぼせて頭おかしくなってたっぽいね。とにかく田中の犠牲のおかげで注目集まってるから早く行こう。解決。ナイス筋肉だ温泉マン、久方ぶりだぞ、俺と戦える男など。いいよ、キレてるよ。お尻バームクーヘンかよ。よし、会長たち抜け出せたみたいだな、よかった。じゃあ僕はそろそろ。何？もう出るのか。もうだいぶやったし。何を言うか、お前の筋肉はまだまだこれからだって言ってるぞ。ちょ、やめて、筋肉が言ってるって何。俺ともっと筋肉について熱く語り合おうじゃないか。話して。
めっちゃ広いよ。わあ、すごい。変態二人組。どうしてこうなるの。昨日は本当最悪だったわ。プリコを嫁に行けない。 おい、もう謝っただろう。昨日はうちらも大変だったね。せっかく温泉に行ったのに余計に疲れました。僕もなんだか疲れました。まあまあ、でも田中のおかげでうちらも見られなかったわけだし、サンキューね。にしてもまさか混浴だったとはね。え、会長も昨日温泉行ってたの？え、にゃ、合わなかったね。えんだ。ああ、いや、行ってない行ってない、温泉なんて行ってないよね田中。はい、混浴温泉なんて。あ、どうしたん田中。何？ちょっ、大丈夫田中。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローゼ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。